はい、ではね、世界の環境問題を考えるという単元をやっていきたいと思います。まず最初にですね、オゾンホールについて話をしていきたいと思います。オゾンホールって何なのかって言ったら、南極付近に関しては、オゾン層が薄くなっている場所があります。そのことを、オゾンホールって言います。じゃあ、オゾン層が薄くなると、どういう問題があるのかっていうと、紫外線量が増加します。紫外線量が増加したことによって健康被害、例えばどんな健康被害があるんですかっていうと、皮膚がんになりやすい、言われています。じゃあなんでこれね、オゾンホールが出現しちゃうのかっていうと、はい、物質フロンという物質があるんです。フロンっていうのは非常に安定していて、昔は電化製品とかにたくさん使われてたのね。たくさん使われた、例えばどんな電化製品なのかっていうか、物を冷やすものです。基本的に冷蔵庫、エアコンなどに使用されていたけれども、このフロンっていうのが非常に危険な物質やっていうことが分かって、世界各国ではフロンを使わないようにしようっていうフロンの排出規制が行われました。その例えで言うならば、はい、ウィーン条約ですね。ウィーンっていうのはオーストリアの首都ですね。はい、それから、はい、モントリオール議定書。モントリオールっていうのはカナダの東の方の都市になります。はい、そこで結ばれた条約とか議定書によって、フロンの排出をなくそう、フロンの排出を禁止しようという、取り組みがなされてきました。これがオゾンホールに関してです。次、森林伐採の話をしていきたいと思います。森林伐採なんだけれども、最近はパルプ材への使用であったりとか、焼き畑農業によって森林破壊がどんどん進んでいっています。はい、まずパルプ材の使用の方からいきましょう。パルプ材の使用なんですけれども、主に広がる針葉樹林ですね、タイガ、がパルプ材に、使用されています。タイガっていうのは、基本的に亜寒帯の地域なんですが、まあ、それからも分かるようにパルプ材っていうのは亜寒帯に生育する、まあ、亜寒帯林をパルプ材に使用することが多いです。はい、じゃあ熱帯の木って違うんですか？はい、違うんです。熱帯の木とかは前も話したと思うけど、家具とかに使われることの方が多いですね。それ以外にはもう単純に伐採してしまうっていうこと。はい、例えば農地開発、さっき言ったように焼き畑農業みたいな形で、ラトソロの土壌ってやろ、ラトソロの土壌ってそのままやったら強い酸性を示すから農業をやることができへんねん。だから焼き畑農業をやってやって土壌を中和してやろうっていう意味で、焼き畑農業に使用される、まあ伐採されるっていうこともあるし、最近では養殖地、養殖の池を作るために伐採が進んでいます。具体的にどういうものを養殖する池なんですかって言ったら、
はい、エビの養殖地です。はい、日本で、売られてるスーパーとかで売られてるエビさん、エビさんって基本的に東南アジアの国から輸入してるんですよね。ベトナムとか、インドネシアのあたりから輸入しています。それの造成によって伐採されてるんです。マングローブ林伐採されるとどんな、デメリットがあるのか、デメリットがあるというか、マングローブ林が伐採されるとやっぱりそこに住む元から住んでいる水生動物とかっていうのも生育できなくなってくる、ね、でまあ環境破壊につながるっていうところです。ちなみにちょっと押さえておいてほしいのは、マングローブ林っていうのはマングローブ林っていう木の種類があるわけじゃないです。基本的に熱帯に生育してて海水で育つ、海水でも育つ木々のことをマングローブ林って言いますよ。ね。チークとかウランみたいにマングローブっていう種類があるわけではないっていうのもちょっと押さえておいてください。はい。最後、砂漠化なんですが、前も話したことあると思うんですが、花崩木、花伐採、花耕作によって砂漠化が進んでいる地域があります。はい。典型例一つ覚えておいてね。はい、こうあってサハラ砂漠がこの辺りに広がります。その南の辺りよね、この今俺ピンク色で書いたところ、この地域砂漠化が進んでいると言われている地域なんやけれども、この地域のことなんて言ったっけ。そう、サヘルと言われる地域です。この辺りでも砂漠化が進んでて、ちょっといろいろ大変だぞっていうことも、一緒に押さえておいてあげてください。はい、ではね、次酸性雨の話やっていきたいと思います。もう先に酸性雨って言っちゃったけれども、第二次世界大戦後、まあ、特にヨーロッパを中心に工業化が進んでいてですね、顕著になったことって何なのかっていうと、進んでいきました、はい、この典型って言われてるのは何かっていうと、ドイツ東部の、はい、ドイツ東部のね、シュバルツバルトっていうね場所があるんです、よかったら地図帳とかで、ね、確認してもらってください、確認してください。このシュバルツバルトっていうのは地図帳とかでは、はい、黒森って書かれてます。黒い森なんですね。それぐらいたくさんの森林が生い茂ってた、っていう場所なんですが、そこが、酸性雨の被害によって枯れちゃうっていうことが起こりました。はい、まずこれが酸性雨の典型です。で、それでもね、やっぱりヨーロッパの国進んでますよ。だから排出規制とかをやって酸性雨を減らそう減らそうっていう取り組みがされてきました。そして実際減っていきました。ただ近年では新興国、例えば、はい、中国とかインドなどの新興国では廃墟線が深刻になっています。で、またこの後話するんやけれども、別に中国、インドだけの問題じゃなくて、大気汚染っていうのは国境を越えていきます。なので周りの国に被害をもたらしています。特に中国とか、ヨーロッパもそうなんですけれども、なんでこういう大気汚染が起こるかっていうと、まあ意図的に言うと2つともっていうか、まあ偏西風ですよね。偏西風によって、周辺の国に大気汚染物質が飛来することが少なくないですよっていうところです。はい、それからなぜ中国とかインドがですね、大気汚染、が進んでいっちゃってるのかっていうと、もう一つ理由があって、石炭の利用です。なんで石
炭使ったらダメなんですかって言ったら、化石燃料って大きく3つに分けることができるんです、石炭以外にね、化石燃料って石炭、原油、まあ、石油、天然ガスの3つに分けることができるんですけれども、大気汚染物質が一番多いのが石炭なんですよ。2番目に多いのが原油、一番少ないのが天然ガスっていう種類。その石炭を中国とかインドっていうのはたくさん使ってしまってるから、上空に大気汚染物質がまあたくさん舞い上がってるよっていうような問題もあります。はい、じゃあ次いきます。今から典型7大公害をやっていきますが、まあ正直言うとセンター試験共通テストとかで、出題される頻度はそんなに高くないですけど、まあこういうのもね、一応押さえといてくれたら、しといてくれたらね、いいのかなと思います。はい、でまず1つ目、水とか、家庭からの下水がですね、直接海とか川に流れ出ることによって起こる公害のことです。で、特にこれが顕著になったのが1970年代80年代の琵琶湖ですね、滋賀県の琵琶湖です。家庭からの排水がどん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 行ってですね、まあ、問題になったのは合成洗剤とかかな、合成洗剤とかが琵琶湖に流れていって、はい、何が発生してしまったかっていうと、赤潮です。赤潮が大量に発生してですね、プランクトンの大量発生ですね、が、起こったっていうような問題もあります。水質が一気に低下してしまったということです。まあ、ちょっと余談になるけれども、もしかしたら、知ってる人もいるかもしれんけど、滋賀県の琵琶湖って皆さんあんまり綺麗なイメージ、他県の人とかって綺麗なイメージないかもしれないんだけれども、北の方行ったらすごい綺麗ですよね。お見舞い湖っていうところがあって、そういうところではですね、湖水浴、まあ、海水浴じゃなくて琵琶湖なんで、湖水浴ができるぐらい綺麗なところなんですが、まあ、そこってやっぱ人口が少ないっていうのと、まあ、工場排水も少ないっていうことがあるんやけど、南の方に行くとやっぱ人口が増えます、滋賀県っていうのはね。だから、水質が若干低下して、でも最近でもかなり綺麗くなったんですよ。っていうような話もあります。はい、じゃあ次行きましょう。次なんですけれども、汚染です、工場の煙突とか自動車から出る排気ガスとかが、有機物質を、持ってですね、空気を汚すことです。この大気汚染の中に例えば光化学スモッグとかも含まれてきますね。はい、次いきます。次なんですけれども、土壌汚染。土壌汚染っていうのは、まあ、工場の廃液とかに含まれる、はい、カノニウムなどの有害物質が土壌に溜まって土壌が汚れることです。長い年月をかけることで、その土地っていうのが、まあ、劣化してですね、まあ、農業用地であったりとか、まあ、住宅用地とかにも使えなくなるっていうことは珍しくないことなんですね。はい、次です。騒音。はい、騒音なんですが、工事に伴う飛行機とか自動車とか、まあ、電車でもいいんですよね。はい、そういうのの大きな音です。まあ、人間が生活していく上で、ちょっと難しいなって思うような大きな音が出るのが騒音です。はい、次行きましょう。次なんですけれども、はい、振動、揺れることですよね。まあ、工事であったりとか、まあ、電車が通ったら揺れたり、ね、自動車が通ったら、ちょっと地盤が緩かったりすると、建物が緩かったりすると揺れたりする。
まあ、もちろん飛行機とかでもいいですよ。まあ、飛行機で揺れることはそこまでで多くないかなと思うんですが、で、それに感じる体の揺れです。ね、体に感じる揺れですね。はい、っていうのが振動になります。はい、次。これ必ず覚えておいてねっていう話を前回したと思うんやけれども、はい、地盤沈下です。はい、地盤沈下って具体的にどんなところで見られるんですかって言ったら、まあ、地下水の汲み上げなんやけれども、まあ、何個か国の中では例書いてるんやけど、要は、まあ、工業地帯、要は地下水の汲み上げって言っても人間が多分飲むぐらいの量で、地盤沈下を起こしたりはしません。基本的に工業用水みたいな感じで大量に使っていくと、地盤が沈んでしまったりすることもありますよということです。はい、最後、はい、悪臭です。はい、化学工場とかですね、養豚場、養鶏場から出される嫌な匂いのことを、指します。で、じゃあこれ、大気汚染と悪臭、具体的に何が違うんですかって言ったら、もうこれ人の感じ方と、まあ、体に健康被害を及ぼすかの違いだと思ってます。基本的に大気汚染っていうのは、人に、まあ、の体とかに悪影響を及ぼすぐらいのレベル。だからレベル的に言ったら悪臭の方が低いんですけれども、悪臭っていうのは、うわ、ちょっと臭いなって思ったのが悪臭っていうところで区別してください。だから心理的なものっていうのが悪臭。まあ、身体的なものっていうのが大気汚染やと区別してあげてください。はい、じゃあね、最後、四大公害病についてやっていきたいと思います。四大公害病なんですけれども、皆さん知ってますか？四大公害病は、何を指すのかっていうと、痛い病、はい、水俣病、はい、新潟水俣病、はい、四日市喘息の4つを指します。はい、で、まあどこに位置してるのか、まあ、新潟水俣病とかね、四日市喘息とかっていうのは、まあ、どこかなっていうのを想像つくかもしれへんけれども、どこに位置するのかっていうのを日本地図から考えてみたいと思います。はい、まず痛い病からいきましょう。痛い病なんですが、出てここら辺です。はい、どこで、発生したのかというと、富山県ですね。はい、富山県の神通川流域で起こったのが痛い病です。この原因物質何やったのかっていうと、はい、カドニウムが原因物質やったと言われています。これまず一つ目、痛い病ですね。はい、二つ目、水俣病以降、水俣病っていうのは水俣市で起こったから水俣病なんです。はい、水俣市ってどこにあるんですかっていうと、熊本県です。はい、熊本県にあるんですが、
はい、原因物質は何やったのかっていうと、メチル水銀、有機水銀が原因物質やったと言われています。ね、水銀っていうのは猛毒なので、これがですね、非常にですね、健康被害を及ぼしたと言われています。はい、それから新潟水俣病、これは原因物質に同じで同じような症状が出たから新潟水俣病って言います。別に新潟県に水俣市っていうのがあるわけではないです。はい、新潟水俣病で、まあ、新潟県の阿賀野川と言われる川の流域で起こりました。さっきも言ったように原因物質は一緒、はい、メシル水銀になります。はい、最後ここら辺ですよね。四日市喘息、になります。はい、これはですね、三重県になります。三重県四日市市で生じたものです。だから四日市喘息です。はい、これはまあ高化学スモッグなどが原因ですね。ただこの時代高化学スモッグって、四日市市だけじゃなくてすごかったんですよ、各地で。例えば兵庫県だってそうやし、北九州とかもそう。高化学スモッグが非常にすごかったんです。で、高化学スモッグって晴れてる日とかに、まあ、日光が、混ざり合って非常にね、被害を及ぼすんで、晴れてる日に外で待機できなかったんですよね。晴れてる日に外で待機。要は晴れてると高化学スモッグが非常に出て危険だから外で待機はできない。今では考えられないね。晴れてたら外で待機したらええやんけって思うかもしれへんけれども、晴れてる日こそ危なくて外で、待機はできなかったみたいなこともあったそうです、当時ね。はい、これが、まあ、四大公害病と言われるんです。で、大体これはね、もちろん、今、現時点では、もう、改善されてきています。ただ、最近ですね、ちょっと問題になっているのは、高化学スモッグがちょっと増えてきたぞ。ここら辺の地域で。なぜかわかる？うん。そう、前も、さっきも話したと思うんやけれども、はい、国境を越えてやってくるんです。どこからやってくるの？そう、中国からです。中国の方から、国境を越えてやってきます。なので、ここら辺の地域ですね、に関しては、現在、これちょっとでかっかきすぎましたが、高化学スモッグが増加していると言われています。ちなみに皆さん、この風、何の風とか覚えてる？日本上空吹いてる風やで。季節風ちゃうで、はい、偏西風、ね、今とかでよく分かったと思うけども、地理の勉強って一問一答じゃない、いろんなものが組み合わせてねんねん。ただの環境問題と思いきや、それってなんで生じてんねやろ、中国が工業化したから化石燃料の話とかも入ってくるし、このね、天候の、天候の話、まあ、工場風である、偏西風の話も出てくる。だから、いろんなものが組み合わさってるんですね。まあ、これでですね、講義の、自然環境分野の話は終わりますが、この後農業のとことか工業のとこ行くんやけれども、例えば農業をやるときには降水量とか関わってくるし、工業をやるときには前やったね、新規増産だったら何が取れたっけ、安定陸下やったら何が取れたっけ、そういうのもしっかりってかなりね、組み合わさってくるんで、しっかりね、区別をしておいてあげてほしいなって思います。はい、じゃあこれでね、終わりたいと思います。チェックテストをしっかり頑張っていきましょう。これで終わります。